阪神14安打大賞、貯金35、球団最多まで4勝。阪神がヤクルトに9対3で勝利、球団最多勝ち87まであと4勝と迫った。83勝48敗4分けの貯金35とした。先発の大竹は要所を締め8回3失点で12勝目、打線は14安打の猛攻で9得点を挙げた。勝ったで、勝った完勝やで。なんか久しぶりに楽しい試合だった。何事もなく終わってよかった。やっぱり阪神強いわ。ブルワー完璧やったな。ブルワーええやんけ。ブルワーはランナーえなければすごいよいよな。大竹12勝目か、すごいな。大竹は規定無理線で欲しいわ。一人で貯金10とかやばすぎ。 OPS だけ見ればノイジーよりミエセスの方が高いという事実。ミエセスブルワーは残留やな。ノイジーは CS を見て判断やな。ノイジー打たすのは他球団の工作では。ノイジーこれで木月平均だと700ないのか。大山さん明らかに上がってきたよね、頼もしいわ。岩崎がセーブ王、大山が最高出塁率取ったらこの2人で MVP 争いかな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。